脚本を書くようになったきっかけって教えていただけたりしますかね。そもそも初めに演劇の脚本を書いたのはどういうきっかけで書き始めたんですか。僕はいろんなところで話してるんですけれど、中学校の時に学芸会で演劇をやらなきゃいけなくなって、で僕は脚本書きたいとか言ったわけじゃないんだけれど、委員長だったから先生に演劇をやりたいってみんな決まりました、で演劇で15少年漂流記をやりたいってみんな話し合って決まりましたって報告をするだけの係 で報告に行ったら、いややりたいっていうのはいいんだけど、じゃあ台本どうするんだって先生に言われて、あ、わかんないです、誰か書くか、どっかにないんですか台本ってみたいな感じで言ったら、お前が原作を読んで書けって言われてでその時に僕作文とかが好きだ子だったんで、なんとなく先生もそういうこと分かってたのかもしれないんですけれど、あ、分かりました、じゃあやりますってその時2つ返事で言って、でその日の帰り道か家に帰ってからすぐ近くの本屋さんで文庫本の15少年漂流記を買ってきて読んで、よし、じゃあこれを台本にしようと思って台本にしたのが最初のきっかけです。ですね、初めて台本を書いたのは大学1年生の学生劇団、酪農学園大学というところにいたんですけども、そこの学生劇団所属している時に、やりたいと手を挙げたはずですね、なぜ書いたのかというとですね、もともと私体育会系でずっと、中学校は剣道部、高校生とかボクシング部だったんですけど、17歳の時に車にはねられて頭蓋骨骨折しまして、全身すごく大怪我して、あなたには障害が残るか、すごく危なかったと、一命は取り留めたけど、あなたは残るかもしれないって言われたけど、答えに満足で出させてもらった。その時に、なんか自分の人生すごく変わったなと思ってるんですけど、生きていたので、生きていなさいって言われたような気もして、じゃあ何したいのかなって一生懸命考えて、当時の担任の先生に相談したら、理科が得意だようだから、お前は理科の先生になったらどうですかって言われる、そうしますって言っていきなり勉強して大学入ったんですけど、そこで劇団演劇に出会ったんですよね。だから何か表現をしたい、せざるを得ないっていうのが多分その辺から私の中でスタートしてて、だからやりたいと、書いたこともないしやったこともないことだったけど、やりたかったので書きましたね。普通に大学卒業して、僕27ぐらいで就職して、我々さん、それこそ三重県の四日市のコンビナートにある研究所で、半導体材料開発研究室ってとこで、研究員をやってたんですね。で、初めて本州で生活するようになった時に、ものすごいホームシックになって、北海道帰りてえな、みたいになって、30超えてたと思うんですけど、その時点で。でそこで職場以外、自分の家にいる以外のところで、誰か小説書き出したんですよ。急なんですよ。ホームシックになって。ホームシックになって、パソコンに向かって、もう俺は帰りたいみたいな、そんなところからの。で小説を書き出して、それをたまたま同期の連中に見せたら、すごい受けて、面白いとか言ってもらえて、でちょっと小説をまず書くようになってたんですよね。それで小説家になろうと思って会社を辞めて、で札幌帰ってきたんですけど、一応何冊か本を出せてはいたんですけど、その時にコミュニティ FM の方にちょっと知り合って、それで、小説書いてるんですよねみたいなことを言われて、ラジオドラマを作りたいんで台本書いてくれませんって急に頭が来たんです。広がりましたね。でその時でも脚本書いたことなかったし、ト書きなんて言葉も知らないし、でも、柴田さんと同じ、なんか来た時に、ちょっと突っ張れるのがなんかちょっと嫌だなと思って、だからもう来たものにはちょっとチャレンジしてみようみたいな感じだった。それ30、5、6ぐらいですかね。初めてそこで書きますって言って、なんだかんだ言ってそれがずっとラジオドラマを毎月1本あるいは2本書くって生活が6年半ぐらい続いて、でちょっといいですか、それでなんかその流れでいくとやっぱり札幌、その時に札幌で活動している俳優さんと知り合いになったんですよね。
そうするとやっぱり公演やるので見に来てくださいって言われるじゃないですか。僕どこにあの劇場があるかもその当時も知らなかったんですけど、見に行ったんです。あのブロックに見に行ったんです。もうあの何の絵もかもまだ記憶見てますけど、あのだすごい面白くて、何これってなって僕もやるみたいな。かわいいですね。演劇をやったんですね。いや僕もやりますって言ったのが39、39、38か39歳ぐらいの時ですね。そこから僕は芝居始めました。へえ結構そうですね。お二人は学生、中学生の頃とか大学生の頃とか39だと始めた方はスタートからおじさんでした。もしこれから脚本なり小説なりを書こうとしている人に対して、なんかおすすめできる教材というか、それこそ本でもいいですけれど、こういうの見たらいいんじゃない、こういうの読んだらいいんじゃないっていうものって何かありますか？僕めっちゃあるんだけれど、絶対読んだらいいよって台本書きたいっていう人とかに言われたら、演劇の台本を書きたいって人に言われたらおすすめしているのが、劇作家の別役みのるさんが書かれたコントの書き方だったかな、コント教室かな、そういう短編の、実際にご自分で戯曲講座っていうのを開いて、そこでの授業内容が、一冊の本にまとまってるんですけれど、ちょっとご存知の方多いかもしれないんですけど、別役みのるさんというのは日本の劇作家界というか演劇界では不条理演劇って言われる、ものの大家で、不条理って呼ばれるような実際にはありえないような、実際の日常の中で実際にはありえないような出来事だったり、実際に日常起こりうることが普通はそういう反応になっていかないよねみたいな、反応になっていったりとか、まあ、そういったお話なんですけれど、僕は正直に言ってしまうと別役みのるさんの作品を上演したこととかはなくて、自分ではちょっとなんかこうコミットできないというか全部理解できた気がしないので演出したりとかはしないんですけれど、別役みのるさんがそういう戯曲として発表してるフィクションじゃないご自分の考えとか書かれてる本とかってもうめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。めちゃくちゃ明晰で誰にでも分かる単語でしっかりと分かる感覚でリズムで書かれてて、そのコントの書き方とかってびっくりするぐらい分かりやすくて、なるほどって感じで、だからまあ不条理を掴んでるってことはやっぱ条理を掴んでるってことなのかなとか思うんですけれど、そういうふうにこうとても丁寧で的確で、なので僕はその台本書いてみたいんですけれどっていう方にはその本をおすすめしています。ですね、今回の演劇シーズン参加作品について、各団体でテーマを決めて選奨を行っていただきました。どのような本を選びになったのか、またその本が上演作品とどのような関係があるのかなどご紹介をお願いいたします。鶴巻さんの方からお願いします。僕たちの鶴巻楽団という劇団は1月27日から2月3日まで、ピースピースという作品を上演します。僕中2の時からやりだして今47歳、今年48歳なんで、まあ、30年ぐらい、高校出てからもその演劇人というか劇団として札幌で活動してて、でかなり作品書いてる方なんですね。でコンスタントにずっとやってるんで、で 4,50 作は書いてるんですね、間違いなくオリジナルっていうので。で、そうやって書いてきてるんですけれど、だから2022年にやったこのピースピースは50何作目なんですけれど、僕の中では実験作だったんです。でどういう実験かっていうと、僕はちょっと、育ってきたいろいろがあって、家族ってものを作品で出したことがないんですよね。40何作書いてていろんな機会があって、ちょっとずつそこにそろそろいけるかなと思ってた時に、ちょっといろいろ日常のお芝居をやりたい、でもいつもと違う形で取り組みたいと思ってたので、実験的なことをやるけど誰か出てくれませんかって言って集まってくれた3人の女性と話していくうちに、こう3人の女性がお母さんについて話してもらった時が一番面白くて、あ、これは演劇になると思って、で自分のそういうアプローチとしてもやったことないところに着手するわけだからいいんじゃないかと思って、モノローグ形式で書いた話なんですね。会話じゃなくて、もう全部完全な独白で一人称の小説みたいなものを3つ書いて、でそれをオムニバスの演劇にしようっていうことで稽古しながら作ってたんですけど、で、そういう母と娘のお話なので、今回選んだ3作はどれも家族についていろいろ自分が今まで読んだりして考えさせられた話なんですけれど、まあ、家族っていろいろあるよねとか、いろんなタイプの家族、親子関係があるよねっていうだけじゃなくて、その
本人が望んでようが望んでまいが、親が最初にあつらえた環境っていうものに子供がどう影響を受けてどうなってしまうか、そこからどう抜け出すかみたいなこととかをすごく感じさせる3作品を選ばせていただきました。向田邦子さんの父の悪情を、スティーブン・キングのドロレス・クレイボーン、マイケル・ギルモアの心臓を貫かれて、で心臓を貫かれてはノンフィクションなんですね。これが一番凄まじいんですけれど、あのアメリカで十数年ぶりに死刑執行されて死刑になった、犯人、殺人犯がいるんですけれど、彼は州ではもう何年も死刑執行されてなかったのに俺を死刑にしろって主張して死刑になるんですね。でその実の弟が書いたノンフィクションで、ドロレス・クレイボーンっていう話はスティーブン・キングっていうホラーで有名な作家なんですけれど、あのホラーで有名な作家ですけど、非ホラー小説もすごくあの名作が多いので、スタンド・バイ・ミーとか有名な方ですけど、非ホラーの方で映画が特に素晴らしいんで、映画は黙秘ってタイトルで映画になってるので、もし機会があったらそっちを、そっちの方がその母と娘って関係性の濃さがより色濃く出てるので、ご覧いただけたらなと思います。はい、すいません、以上です。ありがとうございます。母と娘とかつまり作品で、選んでいただいた本も親子だったり家族についてもあったことですね。心臓を貫かれては翻訳が村上春樹さんですかね。そうです、そうです。村上春樹さんがぜひ翻訳したいっていうことで翻訳されてて、はい、でそのお兄さんが起こした事件については何冊かノンフィクションが出てたりとか映画にもなってたりとかするんですけれど、この実の弟が書いた作品っていうか小説が割とこう一番こう重厚というか、資料も豊富で、まあ、はい、そんな感じです、はい、ありがとうございます。続いて町田さん、お願いいたします。はい、僕が選んだ本ではないんですけど、そうですね、今回はね、あのホロウェイ代表の飛瀬さやかがあの選んだ4冊ってことになるんですが、あのホロウェイ自体が2018年に彼女がいろんなあの札幌内、札幌外、内外問わずいろんなあの俳優さんとか演劇人と、芝居を作りたいっていうもとに一人で立ち上げたユニットなんですけど、ファニティーズという、これもあの 海外企業だったんですけど、それをやったと話が、やっぱり1950年代から60年代に向けての、ハイスクールの女子高生、仲良し3人組が時代が変わっていく中で、それぞれどういうふうに変わっていくかっていう話で、すごい保守的な女の子もいれば、すごいリベラルに変わっていく、全くなんか歩んでいく人生が違っていくと変わっちゃうよねっていう舞台を、まあ、演出させてもらったんですけど、その時にそれがあったわけで、その時で次彼女これやったんですよ。でこれも実は1951年から1975年の25年間、1年に1回だけお互いにパートナーがいる男女がそこで往生を重ねるっていう話なんですよね。でこれってそれだけ言っちゃえばただの25年の壮大な振り物なんです。なんだけどそこの根底にあるのはやっぱり1951年から75年ぐらいまでのいわゆるアメリカの社会が大きく変わる、例えばちょうどベトナム戦争があったりだとか、女性の立場がどんどん変わっていくだとか、そういった流れの中でこの2人が、変わらぬ往生を重ねていきながら、その2人の中がでその1年に年しかないから364日、それ以外のその中でいろいろ立場が変わっていく、そこら辺の描き方をやっぱりなんか社会の縮図を描いているんですね。で2作目これやった時に、ああもうとにかくこういうことしてんだみたいな、っていうところがちょっと分かっ、なんとなく僕自身本人が意識してるかどうかはあれなんですけど、そういうことに基づいての本だと思うんですよね。特にそこにあるのが女たちのアメリカ、フェミニズムは何を変えたのか、すごいタイトルなんですけど、とか、ベトナム戦争のアメリカ、もう一つのアメリカ史っていうところがあって、多分ここの2冊がやっぱりこと今回のセンターネクストイヤーの背景にあるアメリカの社会の変化とか、そういったところが、強く出ている本かなと思います。ちょっと僕はあの
この2冊は読んでないんですけど、はい、若干ね、でもそういったところのところで僕もちょっと目を通さないといけないなと本番までなんか、っていうふうには思っています。それからそもそもがこの映画にもなっているしオフブロードウェイでロングランで上演されている、まあ、いわゆる舞台の 名作中の名作なのでそこら辺にまつわる、ハリウッド100年史後期というとブロードウェイミュージカルの全てっていうのが、彼女を選んでいるところなのでやっぱりそこのちょうどそこら辺ハリウッドの映画の作品のこう順番を見てもやっぱり当時のアメリカの社会情勢とかそういったものを背景にした作品になってくるのでそのこの年にこんな映画、この年にこんな映画そのラインナップを見るだけでも社会の流れが分かるというかそういった、ものになっていますので特にやっぱりその当時のアメリカ史僕なんかやっぱりそこベトナム戦争とかそこら辺のそこら辺の背景を何のために戦うかそういったところが興味あるのでそういうのもちょっとだけあそんな感じかなとか構わないので、そういったところが知識にあって、センターにストーリーを見ていただけるとただの不倫ものじゃない不倫ものっていうか富崎氏は不倫って絶対なんか言葉使わないんですけどなんかあいつなんか そうは思いたくないみたいなんですけどいやでも不倫ものなんですよ言ってしまえばなんだけれどもそこに何か背景にあるものを見ていただけると私全然違った見え方になると思うので、そういったところで楽しんでいただければなというふうに思います。ありがとうございます。すみませんお待たせいたしました。続いて柴田さんお願いします。ザ・36号線というユニットの、大きな子供と小さな大人という、お芝居です。もう昨年、じゃなくて2000あれごめんなさい何年にやったか自分で分からなくなって2022年にやった時に、ね、見てくださってる方も、まあ、いらしてくれてるんですけども、まあ、これ写真だけ見ると一体何事かという感じだと思うんですが、まあ、これ立ち上がると3メートルほどある子どもの人形なんですね。で、まあお芝居のあらすじをさっきお話ししますと、まあ、お父さんと息子がいると普通のお部屋の中に、で子どもはどういうわけかとっても体が大きいよ。そしてその子は部屋からどういうわけか出られなくなってしまったと。でお父さんと二人きりで暮らしていて、でお父さんはですねこれは私この方の間に、書いたもので、まあ、言ってしまうとかお父さんはコロナに感染して苦しんでいる中息子の面倒を見ながら、どうしてこうなったのかということを一個ずつ振り返っていくというような内容になっています。でまあ、そういうふうに、つまりこの子は私最初にお話しさせてもらった通り介護福祉士で作業療法士でもあるんですけど、まあ、特別福祉に関心がある実際たくさん働かせてもらってきたという経験を、まあ、盛り込みたいというのをずっと考えていて、まあ、どうしてこういう障害を持った子どものご家庭というもので。すごく大変な状態になってしまったのはなぜなのかということを、子供が生まれたところから順に追って今にたどり着くというような、まあ、展開になっています。皆さんどうですか？何か障害っていう言葉で、出会ったり関わったりしたことはありますでしょうか？言うと自分の身内にそういう診断を下りたよっていう方がいらっしゃらないとなかなか出会えないのがこの日本っていうところなんじゃないのかなと。おそらくなんですけど、でもまあ今の時はどんどん街に出なさいっていう制度も変わってますから、なんとなく見かけるってこともあると思いますけども、すごくさまざまな状態を障害という たたかたか感じに文字ではとてもはまらないものを、まあ、言うと表現するために人形が良かったろうと、まあ、私すごく一回頭にこうなんていうのかな経験として飛び込んできたものはなんかずっと残ってるところがあって特にだから障害を持った子どもたち家族の皆さんが頭にとっても残っていてそういうのを私自身が多分演じることも全然可能なんですけれどもどうもそれは私が受け出せなかった
だからまあ人形がいいだろうということで特注で作ってもらったものなんですけども、はい、これすごいですよね。こんな本の棚作っていただけるなんて本当びっくりなんですけど、みんなそれぞれコメント書いてあって、私の方で、一番、まあ、いっぱい私今回こんな本読んでますっていうのでたくさん書いて送らせてもらったんですけども、私が一番きっかけになった感覚統合療法っていう本がここにはちょっと置いてないということだったので、じゃあやっぱり役者の皆さんにこれだけは読んでねってお願いしてるのが、東田直樹さんの自閉症の僕が飛び跳ねる理由っていう、13歳の時に強度の自閉症ね、かなり強い形で、強い弱いっていうのもちょっと変なんですよね、まあ、自閉症の子供っていうか、まあ、13歳ですから、まあ、子供と言ってもいいでしょうか、子供がすごいこう自分の症状について生前の文章でこう発表したっていう、まあ、とってもすごい映画化もされてるんですけども、やっぱり私も衝撃だったんですよね。この本を読んだ時にはもうものすごい分かりやすい言葉で書いてくれてるんですよね。それはだからそばにそういう症状のある子と関わりある人であればあるほど衝撃を受けるというか、なんかすごい考え直させられる本だと思うんです。だから役者にはつまりさっき最初に話したように骨と筋肉と神経と脳がどうなっててこうなっててこんな症状が全部専門書一緒に読んでくれたら一番いいんですけど無理だから、この一冊だけでもいいから読んでくれと、これだけ読んでくれれば私が書いた今回の作品はみんな盛り込んである。だから皆さんももしよければ短い本なのでちょっと読んでいただければ、そして生きていただけるとますますこれはあの坊主のあいつが言ってたあれかと思っていただければなと思って置かせていただいてます。あとは絵本を置いていただいてるんですけども、私子供が2人いるんですけども、まあ、絵本をものすごく読んで聞かせるっていうのが習慣になって、図書館に行くと家族4人で4枚のカードでつまり50冊くらい借りてきて一晩1冊読むみたいなのだから、あれこれだからすごく何年も5年とか6年とかずっとそれをまあやる。だから絵本はだから何でも好きなんで、まあ、心に残ってる「おつべるとぞ」というのと「三匹ヤギのガラガラ」の、これはどちらも私一人芝居でやったことがある作品なんですけども、宮沢賢治さんと、私が読んだのは荒井良治さんの絵が描いてある絵本だったんですけど、どちらも三匹ヤギのガラガラとかだから子供の頃に母か誰かに読んでもらってすごい心に残ってる、未だに残ってる。なぜトロールはあんなズタズタに引き裂かれて捨てられなきゃいけなかったんだろうってずっと大人になっても考えていて芝居にしました。それ路上とかギャラリーとか怖かったんですか？怖かったんですか？トロールのページ開くのが怖かったんだよね。さっきの自閉症の本ってエンジャリーが読んでって言った時にやっぱり読んでもらってみんなでこう、はい、なんていうんですか、ディスカッションみたいなことってしたんですか？そうですね、ディスカッションっていうのもそうなんだねって聞くって感じですね。つまりみんな私の周りのみんなは、特別私が語るような台本に出てくるような人物設定の子には近しくいない、だから映画や YouTube イヤホンの中でしか会えない人、だからできれば時間とあれが許されれば一緒に施設に行ってね、行ってボランティアで来て